修正液とは、紙等への筆記を、紙の色と同色で塗りつぶすことによって修正する、筆記具の一つ。一般に、白紙への使用を考慮して、白色であることが多いので、ホワイト等とも通称される。一般には、修正専用の筆記具が売られており、液状のものだけでなく、クレヨン状やテープ状のものもある。インク消しが、修正液と呼ばれることがあるが、 全く違う種類の液体である。そちらについては、インク消しの記事を参照。紙と同色で不透明な顔料が溶剤に溶かしてある。溶剤は修正対象であるインクを溶かさず、乾燥が早い必要があるので、一般に有機溶剤が使われることがほとんどだが、水を使用したものもある。溶剤を乾燥させる必要があるため、塗布後の再筆記には、 一定時間置く必要があり、また乾燥していない状態で触れて手を汚すこともあるのが最大の欠点である。これらを克服した修正テープの登場により近年の需要は減少傾向である。書類での誤字の修正や漫画などで線がはみ出したりした際に使うことが多い。修正した文章をコピーすると修正した箇所がわからなくなる。しかし、 通例ビジネス文書ではあまり使用することは好ましくないとされ、とりわけ金銭授受に関わる重要な書類などは、これによる修正は不可とされている。また、インクの種類、紙の種類によっても使用する顔料、テープの色は異なっており、例えば一般的な修正液は光沢のある白色が用いられるが、白色度の低い再生仕様として若干茶色を帯びた製品もある。 1950年頃にアメリカの会社の女性従業員、ベティネスミスが発案した。彼女はタイピストであり、タイプミスの修正用に、テンペラ画用のラテックス顔料を使用していたが、これが仕事仲間に評判となり、ついに1958年に脱サラして、修正液の会社を創業して、全米で販売を開始した。これがきっかけとなり、修正液は、 現在のように広く世界に普及した。日本製では1970年代丸10火星によるミスノンが最初の製品であり、同製品は国内において修正液の代名詞的な存在となった。容器型、ペン型、テープ転写型の3種類に分類される。ボトル様の容器に修正液が入っているもの。最初に登場した修正液は先端がハケ状のもので、 刷毛は一般に、キャップと一体になっており、キャップを外してそのまま塗り付けられるようになっているタイプである開口部が広く、溶剤が気化しやすいため、製造後及び回線後時間が経つにつれて、容器内の顔料の濃度が高まる。こうなると修正液の潤滑性が失われ、平滑に塗布し難くなるので、定期的に溶剤を加えて、濃度を保つ必要がある。 一般的な有機溶剤を使用した製品では、ベッド専用の薄め液を購入しなければならない。溶剤に水を使った製品は、水小インクの修正は不可能だが、薄め液に水道水が使えるので、この薄め液をベッド購入しなくても良いメリットがある。蒸気のほか、使用中に容器を倒して、こぼしやすいことなどの欠点があり、ペン型修正液や修正テープの普及により、需要が減り、 主流ではない。しかし、幅広い箇所の修正が可能などの利点もあり、根強い需要がある。また、漫画原稿の描画修正用に、従来のポスターカラーの代わりに使用される。修正ペンヒッキグ様の容器に修正液を封入したもの。修正ペンとも呼ばれる。使用陣以外は、本体は密封されるので、薄め液を加える。必要性は低い。 剣の先端部を紙に押し付けて修正液を浸出させる仕組みになっている修正液を容器から出す際に容器を指先で押して圧力を加える方法とあらかじめ容器内部を加圧してその圧力で出す方法とがある校舎の方法では一般的な筆記具により近い扱いが可能であるが時として内部圧力を調整する操作を要する場合があるハケ型のキャップに ペン先をつけ、ハケ型、ペン型両用とした製品もある。修正テープ本体の内部に複数の回転軸を内蔵し、それが回動しながら文字修正テープを転写していくタイプのもので、テープ転写型という。一般には修正テープと呼ばれている。裏に糊のついた薄いテープ状の製品である。表面に汚れがつかないようシートに貼り付けられており、 シートを擦って紙に転写する。テープが貼られた細長いシートがロール状に巻かれてカートリッジに収められた製品が一般的でカートリッジを押さえつけて修正したい箇所を滑らせると容易に転写されるようになっている。修正液と違い、すぐに再復帰可能な利点があるが修正部分を強めにこすると剥がれやすいので注意を要する。曲線などの修正には不向きだが、 ある程度の伸縮性は有する。修正テープは日本の文房具メーカーであるシードが開発したものである。修正液の弱点を克服すべく、修正液をドライタイプのテープ状にできないものかという発想のもとに世界初の修正テープの開発が始まる。紙に転写しやすく、かつ剥がれがたい商品を製作するために様々な試行錯誤を繰り返し、 1989年に修正テープの第1号商品が市販された。近年は環境に配慮し、詰め替えタイプの修正テープも市販されている。シートフィルムに修正テープが貼り付けられており、インスタントレタリングのように紙へ転写する製品もある。形状からして修正テープとは言いがたいが、原理は同じである。ありがとうございます。